釜石市東に,にある測量の石踏みと星座席、井上忠敬測量の石踏み、星座席は、江戸時代後期の測量技術者、井上忠敬が1801年、測量のために、現在の岩手県釜石市東に訪れたことを、記念千1814年同地に建立された石踏み。日本地図作成のために、映像での第一次測量を行った忠敬は1801年に、 第二次測量として、伊豆、東日本海岸の測量に着手した。当初は、房総半島から三陸まで順調に進んだものの、陸前高田や大船渡から、北は船で観察しながら、対岸の目印までを計測したと推測されるほど困難を極めた。国土地理院地図との比較においても、ただ高の地図は正確なものの、岬付近については不自然さが残っている。 また2001年9月23日、忠敬の測量200周年を記念して、東日町大石に混流された石踏みには、井上忠敬海上引縄測量の人、海上からであったことを示している。これらを記念して、同地の天文歴学者、笠井正彦が1814年に、井上忠敬測量の石踏みを混流した。江戸時代に忠敬の功績を記念して混流された。 唯一のものである。製材支払飛ぶ測量の石踏み同様、火災によって混流された。中央に北極で地勢9度12分、その周囲に王道12グルと12字が刻まれている。なお12グルにおいて3番目は双子グルであるが、この石には温用と記されている。また、原皮文の表面が年々損耗していることに伴い、副碑も設置されている。 ありがとうございます。